こんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、今日は何のお話なの？今回は、当山る台風の夜に、函館港内で交わされた、無線について話そうと思うんだ。無線？ああ、この日の連絡船遭難事故に関わる無線通信をまとめた、当山る台風遭難通信関係記録があったので紹介するんだぜ。わかったわ。それじゃ詳しくお願いするね。今回の解説では、一部の人にショッキングな表現や不快に感じる内容があるかもしれない。また、誤解している点もあるかもしれない。それらを了解した人のみ視聴をお願いしたいぜ。それじゃあ、ゆっくり見ていってね。ところで当山る台風って1954年、昭和29年9月に発生した台風15号のことだぜ。連絡船遭難事故が起きたのは9月26日のことなんだ。台風についての詳細は過去動画を見てほしいんだぜ。よろしくお願いします。さて、今回は台風が函館に近づく前の16時から影響が弱まった24時までの更新を取り上げるぜ。わかったわ。それではまず16時の各船舶の位置を確認しておく。はいはい。まず、函館桟橋の第一岸壁に乗客と貨車を積載したまま運航を見合わせていた当山るが接岸していた。第二岸壁には接岸していた第11青函丸が、大雪丸に岸壁を開けるため離岸作業中だった。第2区の18番病地付近、系譜表にイタリア船エルネスト号が係船中。この船は5月に室蘭港外で座礁事故を起こし、保険金の負担割合で船主と保険会社の協議が不調となり、修理するか廃船とするか決まらず、乗員7人だけが乗っている動けない船なんだぜ。エンジンもかけられないの？人手がないから無理だな。この後この船が、函館港の騒動の発端になっていくぜ。そうなのね。それじゃ続けるぜ。はいはい。同区22番病地には第12青函丸が整備のため病泊。第3区31番病地には、悪天のため引き返してきた。第6青函丸が病泊中。同区34番と36番病地の間には、台風を避け避難してきた、LST546 が病泊。36番病地付近には、入港したものの着岸できなかった、日高丸がいた。また有川桟橋の第3岸壁には、北見丸が接岸していた。防波堤内はこれくらい？だな。防波堤外には、第5区に LST と同様、函館港に避難してきた第6新生丸、それと海上保安庁の巡視船利尻が病泊していたんだぜ。あと函館港外に、第2岸壁が開くのを待っていた、大雪丸が病泊中だな。その他、第8青函丸が津軽海峡を、十勝丸が平館海峡付近を、函館に向け航行中なんだぜ。青函連絡船はこれで全部なの？いや、両艇丸が青森で運航見合わせ、おしま丸が陸奥湾内を青森に向け航行中。第7青函丸と摩周丸は、函館と浦賀のドックで検査中なんだ。連絡船の大半が函館にいることになったのね。さてこれから更新内容に入っていくが、今回の資料、当山る台風遭難通信関係記録では、船名や無線内容に、略号や符号などが使用されている。これをわかりやすいように読み替えるため、原文のままではないこと。また、同一船舶に対する短時間の繰り返し送信のみ掲載など、すべての更新を記載していないことを了承願いたいんだぜ。読み替えってどんな風になるの？例えば黒板のような漢字に変更していくぜ。大体わかったわ。それじゃ、始めるぜ。16時台最初の無電は18時30分だ。第12青函丸から函館桟橋、エルネスト号は秒差切れ、単秒泊で操業している。本船に近づく恐れがあるから、ランチをいつでも出せるように手配頼む。この旨船長に連絡されたい。函館桟橋から石狩丸港内の状況を連絡する。石狩丸から函館桟橋、桟橋への到着時間を連絡する。日高丸から函館桟橋、16時33分、防波堤内第2浮標より92度400メートルに逃病した。函館桟橋から石狩丸、大雪丸の置き出し予定を連絡する。函館桟橋から第12青函丸、エルネスト号の件、函館船舶株式会社及び海上保安部に連絡した。16時台は、エルネスト号が操業した以外は普通の感じね。しかし、エルネスト号は当日、函館港に停泊していた船舶の中で、最大の、排水量7000トンの船だから脅威だな。17時頃から風も弱まり、青空も見え始めた。
函館桟橋から石狩丸、大雪丸は17時20分頃起き出しする。有川桟橋から日高丸、桟橋への着岸の件について連絡。函館桟橋から石狩丸、天候見合わせ停泊船の位置連絡を行う。有川桟橋から日高丸、桟橋への着岸の件について連絡。函館桟橋から石狩丸、汽船は第二岸壁に着岸客か陸揚げの上、19時に起き出し予定。函館桟橋から石狩丸、そのまま第二岸壁に着岸されたし、南風10メートル、19時起き出し予定。函館桟橋から日高丸、桟橋への着岸の件。石狩丸から函館桟橋、抜秒時間17時45分、到着予定時間18時25分。有川桟橋から石狩丸各船の位置について連絡。風が収まっていたことで、各船が着岸や出発を進め始めた。この中で洞爺丸の出航が決まっていったのね。だな。しかし、18時に近づくに従って風が再び強くなり、風速20メートルほどになっていった。第11青函丸から函館桟橋、函館港北口青島間、17時50分消灯せり。函館桟橋から第12青函丸、30便就航について着岸予定を知らせ。第12青函丸から函館桟橋、イタリー船エルネスト号が本船の錨の上にある模様、本船揚病不能の状態。函館桟橋から石狩丸、港内状況について連絡、南風15から18メートル、突風時々20から25メートル。第12青函丸から函館桟橋、イタリー船操業しつつあり、各船に連絡よろしく。洞爺丸から有川桟橋、港内状況を知らせ。有川桟橋から洞爺丸、南南西の風20から25メートル、突風32メートル。函館桟橋から第12青函丸、汽船30便未決定、決定次第連絡する。日高丸から函館桟橋、ランチ派遣についての問い合わせ。18時台は、エルネスト号が再び操業を始めたことで、港内が慌ただしくなりそうね。風もさらに強くなっていく。洞爺丸から函館桟橋、遅れ4便洞爺丸18時39分発。第6青函丸から有川桟橋、イタリー船操業、V が引けて本船に接触の恐れあり、前書頼む。函館桟橋から連絡船各局呼び出し。函館桟橋から洞爺丸、呼び出したが応答なし。大雪丸から函館桟橋、港内服装のため港外に転病予定。北見丸から大雪丸、汽船の動向を知らせ。大雪丸から北見丸、本船港内服装のため港外転病予定。十勝丸から函館桟橋、18時50分投病、加藤市灯台より62度 3.3 マイルに投病した。有川桟橋から日高丸、大雪丸、ランチ派遣の件について連絡。洞爺丸から有川桟橋、19時1分灯台より300度、1.6 キロに投病した。日高丸から有川桟橋、イタリア船操業接近するランチ派遣頼む。第6青函丸から有川桟橋、イタリア船操業接近するランチ派遣頼む。第6青函丸から有川桟橋、ランチはどうしたか。有川桟橋から第6青函丸、ランチは函館側から向けるよう手配中。函館桟橋から各連絡船各局、電報番号438、53便十勝丸、加藤市灯台より新方位62度 3.3 海里に投病、天候険悪運航見合わせ、遅れ4便洞爺丸、19時1分、函館防波堤灯台より300度、1.6 キロに投病、天候険悪運航見合わせ。第12青函丸から有川桟橋、イタリア船について更新。有川桟橋から第6青函丸、強風のためランチ派遣できず、よろしく。有川桟橋から日高丸、強風のためランチ派遣できず、よろしく。北見丸から大雪丸、汽船の模様知らせ。大雪丸から北見丸、通信したが応答なし。第8青函丸から函館桟橋、19時10分、西防波堤より50度線100メートルに投病、天候険悪のため運航見合わせ。函館桟橋から第11青函丸、応答途中に感度がなくなる。函館桟橋から第11青函丸、電報番号438受領の確認連絡。第11青函丸から函館桟橋、停電につき後で受ける。19時台に入って港内が混乱してきたわね。ああ、19時台最後の通信となった第11青函丸は、後に十勝丸の生存者の証言から、この通信の直後に沈没したと考えられている。20時頃の各船舶の位置は、この通りとなっているぜ。この時間以降さらに状況が悪化していく。LST546、SOS、LST546 号、函館加藤市北方30度 1.5 マイル、強風のため危険。函館海保から LST546、LST546A、函館海保 SOS 了解、遭難状況の詳細知らせ。
LST546 から函館海保、午後6時20分函館港外発、潮釜向けたところ風発翼船体危険なり、乗組45名、アメリカ兵トラック積み込みあり、近くに出す支度を持っています。函館海保から LST546、それでは今から遭難通信を再放送するから、函館海保各局各局各局、函館海保から遭難通信。LST546 号、20時3分、函館加都市沖北方30度 1.5 マイルにて強風のため危機に瀕す、付近航行船舶応答あれ、函館保安。東亜丸から函館海保、東亜丸、SOS 了解、こちらも函館港外で強風のため自由を失い難航中。石狩丸から函館桟橋、ランチ1席頼む。函館海保から東亜丸、それでは汽船は救助に行けぬか。東亜丸から函館海保、今、行きますから。東亜丸から函館海保、本船も事故起きたようだ、注意頼む。函館海保から東亜丸、了解、事故の模様は？函館桟橋から石狩丸、ランチ出せぬ。東亜丸から大雪丸、本船の前方を今港外に出るのは汽船ですか？大雪丸、そうです。東亜丸、本船は今非常に難航している、注意望む。大雪丸、本船も同じように難航している。東亜丸、お互いに頑張りましょう。函館海保、LST546 の遭難通報再放送。十勝丸から函館海保、十勝丸領海本船、函館港外にて台風避難しているが動くことができないから。函館桟橋から東亜丸、汽船模様知らせ。函館海保から LST546、通報を送るが空電のため内容不明。LST546 から函館海保、加都市の砂浜に今、全速力でのし上げつつあり、人命は大丈夫らしいから、SOS を打ち切る。函館海保から LST546、では20時34分で、遭難終了にしましょうか？ LST546 から函館海保、OK、あと 500Hz でだけ監視頼む。函館海保から LST546、了解、それでは海上放送します。函館海保、各局各局各局、LST546 号20時34分遭難終了。加都市の砂浜に全力でのし上げつつあり、人命に異常なき模様につき遭難通信を解除します。函館保安。函館海保から十勝丸、汽船の模様知らせ、送信するも応答なし。大雪丸から十勝丸、通信するも応答なし。日高丸から大雪丸、情報交換、本船エンジン使用中。第12青函丸から函館桟橋、20時50分現在、本船港内に敵艦使用装備中。東亜丸から函館桟橋、本船も今のところ異常な気も厳重監視頼む。第12青函丸から日高丸、イタリー船について連絡。十勝丸から函館桟橋、20時42分現在、加都市灯台より北62度東 4.2 マイル、南西の風30から35メートル、突風40メートル同様右40度左28度、反則前進中。各船とも操船が難しくなってきているわ。ああ、これからますます困難が襲ってくる。ちなみに、21時の各船の位置はこのようになっているぜ。わかったわ。大雪丸から函館桟橋、21時現在加都市灯台より40度、2.8 マイルの地点に敵中、風上に船首を向けて航行中。石狩丸から函館桟橋、無線電話にかかれ。函館桟橋から石狩丸、停電のため不能。石狩丸から函館桟橋、20時25分16番病地に投病、全員配置につき限界中、桟橋にても本船監視頼む。1201便、函館桟橋第2岸壁に係留中、20時15分頃強風40メートル以上のため計船作切断、係留不能に陥り症状キタグボート3隻にて、風下より押し付けたるも自然離岸、航行不能かつ計船も不能、よって16番病地にて総病泊、全員配置限界中、20時45分現在異常なし、突風40メートル以上。東亜丸から函館桟橋、エンジンダイナも止まりつつあり、突風55メートル、こちら非常配置で監視中。函館桟橋から東亜丸、汽船も頑張れ。函館桟橋から東亜丸、発電機、エンジン模様知らせ。東亜丸から函館桟橋、左舷発電機故障、左舷エンジン不良、ビルジ引き困難。第12青函丸から函館桟橋、21時35分港外にて沖出し地中中、限界中異常なし。函館桟橋から東亜丸、先電の件、発生時原因、エンジン発電機不良箇所、同様ボイラー噴火可能なるや、至急返事待つ。大雪丸から函館桟橋、21時50分、打気室浸水のため航行不能、エンジンにて操船中。この1時間で急速に事態が悪化しているみたいね。22時以降の2時間は、東亜丸を含め、悲鳴のような通信が行われたんだ。東亜丸から函館桟橋、かろうじて船位を保ちつつあり、詳細あと、東亜丸から函館桟橋、主エンジン不良となる。
東屋丸から函館桟橋、両エンジン不良のため漂流中。函館桟橋から東屋丸、汽船1、風向風速、突風知らせ。大雪丸から函館桟橋、厳重監視頼む。第12世間丸から函館桟橋、22時10分南口灯台より250度、1.5 マイルに地中、南西の風25メートル、突風35メートル、波7うねりを、ダキエンジンとも異常なし。十勝丸から函館桟橋、甲板浸水、エンジン不良、このまま風収まるまで待つ、船尾より浸水はなはだし、監視頼む。東屋丸から函館桟橋、防波堤灯台より267度 1.5 キロ、風速18メートル、突風28メートル、波8。東屋丸から函館桟橋、22時26分座礁せり。函館桟橋から東屋丸、最後まで頑張ってください。函館桟橋から東屋丸、一至急返事待つ。東屋丸から函館桟橋、無線電話頼む。函館桟橋から東屋丸、停電のため不能。十勝丸から函館桟橋、エンジン浸水のため船内消灯、スルースドアを閉めなぎを待つ。第12世間丸から日高丸、函館、有川桟橋停電のため使用不能なり。東屋丸、SOS 東屋丸、東屋丸、函館郊外青島より267度 1.5 キロの地点に座礁せり。東屋丸から函館桟橋、本線500ヘルツにて SOS よろしく。函館桟橋から東屋丸、SOS、OK。函館海保から東屋丸、東屋丸へ函館海保 SOS 了解、詳細なる状況知らせ。函館桟橋から東屋丸、船内状況浸水なるや、至急返事待つ、応答なし。函館海保、各局、SOS 東屋丸、22時39分、函館郊外青島より267度 1.5 キロの地点に座礁、付近船舶注意あれ、函館保安。十勝丸から函館桟橋、船内消灯エンジン浸水のため不能、全員にて防水に努め中。函館桟橋から東屋丸、船内状況浸水なるや至急返事待つ、応答なし。函館桟橋から函館海保、東屋丸と十勝丸の救助手配よろしく頼む。東屋丸は応答ないがよろしく救助頼む。函館海保から東屋丸と十勝丸、東屋丸と十勝丸を勧告するも応答なし。函館桟橋から東屋丸、22時55分ランチ4隻汽船に迎えり、応答なし。函館海保から巡視船を駆使り、今、連絡船東屋丸が郊外青島より267度 1.5 キロの地点で座礁、浸水あり、船客船500名ほどいる模様、汽船は直ちに現場向け救助に当たれ。函館桟橋から東屋丸、船内状況浸水なるや至急返事待つ、22時50分ランチ4隻汽船に迎えり、応答なし。函館海保から東屋丸、十勝丸、勧告理解すも両船とも応答なし。函館桟橋から東屋丸、呼び出すが応答なし。第12世間丸から函館桟橋、23時南口灯台より230度 1.7 マイルにて地中南西の風25メートル、突風35メートル、波7うねり6、ダキエンジンとも異常なし。函館海保から東屋丸、十勝丸、東保安部より東屋丸にはお薬を、十勝丸には利尻を各々救助に向かわせた、函館保安。日高丸から第12世間丸、現在重度傾斜中、ボイラーに監視用中。第12世間丸から日高丸、本線健在。函館桟橋から東屋丸、ランチ派遣するも引き返せり。大雪丸から函館桟橋、23時加都市灯台より190度、5.3 マイルにて地中中、西南西の風30メートル、波7から8、突風40メートル。LST546 から函館海保、今、会社宛て状態電子体が、電電公社、現 NTT 函館海岸局返事がない、電話でも連絡してくれませんか。日高丸から函館桟橋、本線危険手配行。函館桟橋から十勝丸、汽船模様知らせ。函館桟橋から函館海保、日高丸も救助頼む。函館海保から函館桟橋、OK。函館桟橋から日高丸、状況至急知らせ。石狩丸から函館桟橋、23時現在西風20メートル、突風27メートル、全員警戒継続中、なお突風56メートル、強風のため1、2、6号救命艇甲板上に吹き飛ばされ、外反損傷により使用不能、前部調理室煙突根元より切損、その他損傷なし。日高丸、SOS、日高丸、函館防波堤灯台より西 1.6 キロの位置にて走、以降通信途絶。函館海保から日高丸、通信するも応答なし。十勝丸から函館桟橋、浸水だいぶ収まりアンカーに異常なき限り安全の模様、付近に沈船漂流中、南風15から20メートル未だ衰えず、うねり南西7、同様右20、全員域健康。函館海保から日高丸、通信するも応答なし。函館桟橋から十勝丸、頑張ってください。函館桟橋から東屋丸、通信するも応答なし。
第六新星丸、SOS、第六新星丸、第六新星丸20時37分七重浜海岸座礁した。なお今のところ転覆の状況なき模様、監視頼む。なお、意向不明。第六新星丸、函館海保へ、SOS 第六新星丸名領土。第六新星丸、SOS 第六新星丸、本船七重浜付近において、内容不明。なお本船付近、漂流者多数流れつつあり、すぐ救助頼む。第十二星艦丸から日高丸、通信するも応答なし。函館桟橋から東屋丸、ランチ派遣するも引き返せり、船内状況至急返事待つ、応答なし。函館桟橋から日高丸、正確な位置知らせ、応答なし。第六新星丸、20時37分、七重浜付近に座礁した、傾斜10度くらい、なお本船付近漂流者多数あり、救助頼む。函館桟橋から第十二星艦丸、東屋丸乗船者らしきもの、漂流者について連絡。第六新星丸、SOS 第六新星丸、20時37分七重浜付近に座礁した、傾斜10度くらい、本船付近に漂流者多数あり、すぐ救助頼む。さて、0時以降は東屋丸、日高丸、十勝丸の乗員乗客の救助に関する通信が行われていく。SOS を発信していなかった十勝丸も、23時36分に、全員域健康と発信した直後に横転し沈没していた。同様に SOS 発信なしで沈没した第11星艦丸と北見丸に対する安否確認の無線通信が行われたのは3時を回ってからだったぜ。連絡がないから無事と思ったのか、それとも他船の SOS で手が回らなかったのか、後者のような気がするぜ。さて、長くなったのでそろそろ終わりにしようか。そうね、今回は遭難関連の通信記録だったので実際はもっと多くの無線通信が行われていたと思うんだぜ。通信関係者も大変な一夜だったでしょうね。本当にそう思う。というわけで、今回はいつもの事件や事故ではなく、遭難関連の無線通信紹介だったぜ。次回からまた、事件事故の動画になります。それじゃ、締めましょうか。はいはい。それじゃ、今回もご視聴ありがとうございました。なんだぜー。